こんにちは、チョメです。サイドクエストをやろうと思ったんだけど、8時間待たないといけない。しかも今日朝の8時26分。チョメさん今日お休みなんだよね、仕事が。で、これを逃したら、ちょっと実況が取れなくなっちゃうから、申し訳ないけど、私のリアルのせいの、せいで、メインクエストいきます。すいません。マクゴナガル先生にレベリオについて聞く。まあ、後から見てる人は飛ばしてもいいかもしれない。サイドクエストが見たい人は。ちょっとこっちから行くわ。ごめんなさいね。こっちだったらいけるかもしれない。じゃあちょっと待ってね。ベンの記憶は良くなってないってマダムポリンフリーが言ってる。メインクエスト見たいっていう人がおるから念が通じたんかもしれんね。生徒が別の寮の騙しに忍び込んだって噂だよ。あ、でもね、プレイ動画とかなら他にいっぱい投稿してる人がおるみたいだよ。自分見てないけどね、ネタバレになるから。こんにちは、マクゴナガル先生。プレイ動画の人ね、悪気ないと思うけど、チョメさんまだやってないからね、あんま見たくない。目に入ったらやばいよ。あ、ミスター YouTube、病棟までミスターコッパーのお見舞いに行ったそうですね。結局、あなたは彼を見つけられませんでしたが、更新的に彼を探し、さらに治療を受けている彼を気遣いました。その優しい心はご褒美に値します。レイ袋20点あげましょう。お、マジか。ありがとうございます、先生。実は他のことでお話ししたいことが。何か用ですか、ミスター YouTube。最初の授業の後に言っていた高度な変身術のレッスンを受けさせてもらえませんか？個人レッスンの時間になったら袋を送ると言いましたよね。ヘドビー君ね。わかってます。でもどうしてもレベリオの呪文を習わないといけないんです、先生。どうしてですか？これはね、ホグワーツのため。いや、チョメさん、変身術が大好きにしてみようか。呪文は全て習いたいですが、特に変身術の呪文を習いたいんです。明らかに一番挑戦しがいがあって面白い魔法なので、これ選択できてない人がもしかしたらおるかもしれんからっていう実況のために選んだ。褒めても何もできませんよ、ミスター YouTube。でも自分も気になったから一番下にした。レベリオのような難しい呪文を習うにはまだ早すぎます。お願いします。マクゴナガル先生、重要なことでなかったら頼みません。何でもします。何でも？レベリオを教えれるのは習得できる力量があることを証明できた時だけです、ミスター YouTube。通常は準備として多数の授業に出席しろというのですが、私の個人レッスンの申し出を受けたのでもっと早く教えましょう。あなたにレベリオを習得できるだけの力量があると私が判断した時に袋を送ります。これももしかして。お、これは大丈夫。変身術の勉強。レベリオとな、習えると証明したいのなら、懸命に勉強し予習できている状態で私の授業に臨んでください。あなたが努力しているか見ます。じゃあこれ進めていこっか。変身学。変身術を勉強する。あ、これやっていくの。はあ、なるほど。ここで1時間。ちょっとやってみよっか。1時間やらないといけないんだね、ここ。レクチャー。英語になってる。この重要な課題について話し合いたいと思います。よく聞いてください。1時間のレッスンなら余裕だろう。黒板を読みましょう。注意深く見て、しっかりメモをしておきなさい。マクゴナガル先生の授業をしっかり聞いてないとな。左下。あ、ほんと個人レッスンなんで誰もいない。この変身術を発明した。お、ちょっと待って、星が溜まって見れなかったよ。それではしっかり聞いて、チョメさんこれ裏技があるんだよね。これね、一番上が、当たりです。ほとんど9割方の回答は一番上です。もうね、なんかね、一番上選んどけば間違わないよ、多分。ほとんど。たまにあるけどね、下とか。いや、でも最近見せた。デモンストレーション。なんでここ英語になっちゃったんだろう。席についてください、皆さん。変身術の授業を始めますよ。閉じるとかもあるけどね。よし。あれ？どこ？え、ねえねえ、チョメさん疑問に持ったんだけどさ、これ個人レッスンじゃなかったん？あ、違うか。みんなで個人レッスンする前の予習か。なるほどね。じゃあ、これやろうか。古本皆さん見ていてください。正しい技術を実演します。ここが一番大事なところです。いつもより注意して聞いてください。よし、集中し、OK。
スタディ、勉強。本と今日の授業で取ったメモを復習しておくように。はいはい、復習しましょう。メモを借りよう。メモしておいた方が良さそう。自分のメモをね、走り書きしよう。ローワンを、つつく？なんで？あ、図書館の妄想。ローワンつついたらダメでしょ。よし。ほずり合いじゃん。なあ、そこにあるメモ取ってくれる？あのさ、チョメさん思ったんだけどさ、取れるでしょ、自分で。左手で取れるでしょ、すぐ。意味あるのか、これ。ローワンかわいいな。スターディートランス、チョメさん困るわ。皆さん前に出てきて、私が黒板に描いたことをしっかり読んでください。描いたこと？絵を描くのか。よし、注意深く見る。描くって絵を描くときに使うからね。で、これは一番左、ハート。ん？集中しよう。はい。チョメさん今ね朝ね実況撮ってるからねアラームが発動しちゃった。骨スキル、杖を持ってください。皆さん実際に立ってやってみましょう。そろそろエネルギーが切れるね。じゃあローワンを1、2、そろそろ切れる。オッケー。じゃあちょっとね回収してきます。チョメです。ある程度回収してきました。また足りなかったら回収しに行こう。よし。本を確認する。足りるね、これで。オッケーね。これはね、一気にやっとかないとね、また忘れてからね、できんくなっちゃうからね。杖の力を完璧に使うには、しっかり集中する必要がある。あ、もうこの集中慣れたね。慣れたねって言って、あ、後ろの金ピカの像、なんかかっこいいね。あの、黄金に。あ、今見えんくなっちゃった。レパラの授業を解除。これ関係ないからね、下のやつ。あ、ついでにできた。あれ？あ、これでもうレパロできるじゃん。あ、なんだ、チョメさん裏でやらなくてもよかったわ。じゃあ一旦終わります。レベリオを習うあなたの力量を見せてもらいました。素晴らしいです。私はこれから授業がありますが、レベリオを習う時間になったらお知らせします。3時間後だね。じゃあ一旦終わります。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ。ありがとう。